あんバター味のバームクーヘンに手作りバームクーヘン体験。難しいですね。初めてにしてはいいと思います。もう1ヶ月前ぐらいからもう絶対行きたいなと思って毎年来てます。今日はいくら分買うつもりなんですか？いっぱい、いっぱい今日から松坂屋名古屋店で始まったバームクーヘン博覧会。全国から150を超えるブランドが参加。300種類以上のバームクーヘンが大集合です。日本でバームクーヘンってこんなにあるんだっていう驚きを感じていただきたいっていうところです。食べたことがない、行ったことがない地方のバームクーヘンをぜひ食べていただいて。中でも注目したのはこちら、全国のバームクーヘンを集めたバー。一皿510円で、なんと全国47都道府県のご当地バームクーヘンから5つ選んで食べ比べができちゃうんです。これいきましょうか。岐阜県のこれ米粉を使ったバームクーヘンです。お、優しい味、ものすごいふわふわの生地です。おいしい。さらに進化したバームクーヘンも。愛知県豊橋市の B ラボがこの博覧会のために作った新商品は、バームクーヘンにチーズとウインナー、ピーマンを乗せたピザ味のバームクーヘン。果たしてお味は？うん、バームクーヘンとピザ合いますね。チーズがカリッカリで香ばしい、美味しい。ここでしか食べられない商品が満載のバームクーヘン博覧会は今月25日までです。